では、英検2級の新しい英作文の問題。今までみたいに自分の意見を述べる問題が一つありまして、もう一つが英文を要約し、英文を英語で要約する問題が今度から出ますので、これに早くなれるために一緒にやっていきましょう。これまで、えっと、これあの、限定公開で、えっと、その、えー その何でしたっけあ公,式公式の、ね、問題が出ているので、それをやってちょっと練習したよね。あのそれはまあ他の人には見られないようにして、えっと、一緒にちょっとあの練習したじゃない、個人的にね。で、今回はこれは私が作ったやつなので、公開しちゃいますから、だから誰も見られるようになっています。えっと、それでね、えっと、じゃあここから問題始まりますので、一緒にこの問題文から読んでいきましょうね。1,2,3 以下の英文を読んで、その内容を英語で要約し、回答欄に記入しなさい。語数の目安は45語から55語です。回答欄の外に書かれたものは採点されません。回答が英文の要約になっていないと判断された場合は、0点と採点されることがあります。英文をよく読んでから答えてください。でここに、えっと、英文があるんですけれども、えっと、これね、えっと、 テストではもちろん日本文の訳とかないし、自分でも日本文は全然書きませんけれども、あの、練習なので、ここに、私が自分で書いたのを自分で訳しましたから <laughs>、これを、えー、と読んでいきましょう。まず日本語から。せーの。学生が就職するとき、大企業で働くことを選ぶ人もいれば、小規模な新興企業で働くことを好む人もいます。他のオプションもあります。ここが問題なんだよね。 この最初のところを書くんじゃなくて、この他のオプションのところをこれから返っいていくる発信、そんな感じがあの、えっと、公式のサンプル問題ではありましたので、こんなパターンでこれからずっといくんじゃないかと思うんです、えー。最近ではフリーランスになることを選択する人もいます。フリーランサ、ー、フリーランスの人って意味だこれね、とは会社ではなく自分自身のために働く自営業者のことです。だから先生、私みたいな人、<laughs> 会社じゃなくてね。 これフリーランサーって言います、こういう人はね。その理由は何でしょうかここからの本題だね。フリーランサーの中には、その分野の専門をお客さんとしており、それらのお客さんは貴重な洞察やアドバイスを提供しているくれる人もいるからです。えー、つまり、その洞察とかアドバイスをもらうことで自分がレベルアップできるということね。これはね、その、その道で。だからどんどん自分を磨いていって、そして専門家になれる。 だんだん楽になってくる。私もそうです。何十年もやってると、もう英語は、えっと、空気みたいなものです。ただ、英語自体は私はまだまだ難しいんですけど、えーっと、間違いながらやっていくことが空気みたいになってきました。<laughs> はい、他のフリーランサーはさまざまな国のクライアントを抱えており、他のっていうのはまあそうじゃない人たちもってこ,とこういう人もいるという意味ね。仕事を通じて国際的なビジネス観光について、えーまあ、これはまあビジネスの、えー、っとそういう習慣。 っていう意味ね、学ぶことができます。まあ、常識みたいなですね。そのおかげで彼らはグローバルな視野を広げることができます。これ、2ついいことがありましたよね。1つは、自分のスキルを磨く。プラス、スキルということもあるんだけど、えっと、グローバルな視点から、えっと、仕事を、まあ、これも自分を磨くということなんだけどね。そして、一方で、こう必ずありますからね。悪い点が多分、上は2点あったから、2点あるでしょう、ここにもね。 非常に短時間で仕事を終わらせることを要求する顧客を持つフリーランサーもいます。そのため、ワークライフバランス。ワークライフバランスっていうのは、この仕事とお休みってことね。<laughs> 崩れ、十分な休息を取ることが困難になる可能性があります。良くないよね健に、健康にね。また、フリーランサーの中には、毎月収入が違うので困ってる人もいます。先生も困ってはいないけど、毎月違うので、確かに不安ではあります。 はい。では、えっと、これをや、えー、あ、じゃあ英語の本語読みましょう。英語これですね。はい。じゃ読みます。本園からね。When students enter the workforce, これ仕事を始めるってみね。Some choose to work in a large company, while others prefer to work in a small startup. これ新,こう新しく始まった会社っていう意味ね。 There are other options too. These days, some of them choose to become freelancers. A freelancer is a self employed person who works for themselves instead of a company. What are the reasons for this? some freelancers have clients who are experts in their field and can provide valuable insights and advice other freelancers have clients from different countries and can learn about international business practices through their work because of this they have been able to broaden their global perspective perspective. で、これ、そうすると、まず、ここの、えー、っと、ここね、えー、っとね、この choose を使って、えー、っとね、s o m から始めちゃっていいかな。s o m e choose to work, ちょっと待って、えー、っと、works, あ、 これフリーランサー使わなくてもいいかもしれない。そうするとすごい点数高いぞ、これワ。ワークス、チュースとワークスになってくるこれワークにして、for themselves instead of a company。これいいんじゃないフリーランサー使わないで。そうすると後で使えるかもしれないからね、このフリーランサーって言葉がね。そうすると2つあの言い換えがあるの、言い換えが1つできるので、言い換えると点数高いんですよ。じゃあ、それちょっと変えてみますか。 とここに役、えー、があったのこの下に書いてみましょう。そうですね。これ動かせるかなもうちょっといけるかなこっち。もうちょっといけ。こんな感じはい。じゃあ、と、えー、サム。こういう人もいるっていう意味ね、サムはね。サム。えっ、ー、と、choose to work

とぅ、ぐっとぅ、ぅっとぅんつとかにしてもいい。ぐっとぅんつくらいにしてもいいよね。良いことがあります。There are two good things for this. で、first フ,ファースト。最初にこ良こ、これよいこと、あと悪いことが次にあるから、後で書くけど、えー、っと、 e クスパーツフィールドに can provide valuable insights and advice. これはね、これは provide はあげるって意味だから逆にフリーランサーから見してみれば get だよね。あげるんだからもらう方だから。だから they can get first, they can get valuable insights and advice from, from,、えー そうですね。Clients who are experts. ね。これ行きましょう。They, they can freelance のことね。They can get. えっとね、これ、まあ、やばい。こうするの多すぎたら後で削ればいいんだからね。Valuable.Ent, insights and advice.Advice. えー、from their clients.from their e clients who are experts って言ってもいいけど、they are expert, expert clients.expert clients. ね。<laughs> こういうふうにすれば、あの、専門的なクライアント expert clients あるかなこういう言い方。ちょっともしかしたら間違ってるかもしれないな。まあいいや。 もうこれも関係だから、えっと、from their clients who are experts. っていうと、なんか長かったらしいんだよね。だから、これにしましょう。これ間違ってるかもしれないけど、まあ、こ,れこれの方が点数は高いと思います。まあ、同じかな。えっと、そして、あ、ア s e セカンドね。セカンド。えっと、何でしたっけ、えっと。えっと、 あそれからグローバル、えっ、ー、と、ブロードンではグローバルパスペクティブ。これですよね。えっと、they can broaden。えっと、ちょっと待ってね。うんえー、そうですね。あ、they can,、うん、そう、they can be. グローバルハブにしてもいいか、ね、あ, they can get. <laughs> あれさっきと同じ <laughs> まあいいや。でいかんげっとグローバルパー。スペクティブ スルー、何々を通して。スルー、えー、っと、これするね。スルーディアワーク。スルーディアワーク。どうしてかっていうのは、あんまりこれ、あの、わかんないんだけど、まあ、もういいや、これ。<laughs> どうしてグローバルになるかっていうのは、ここらへんもう少しあの読み込まなきゃダメなんだけど、ゲットはダメだね。あ、あ、必要なんだって。<laughs> 入れましょう。そして、オンジャー・ザ・ハンドってあったでしょ ここね、オンジャーザハンド。で、これは悪いことだから、えっと、however。ね、オンジャーザハンド、however。あるいは、however をオンジャーザハンドを使えば。however。however。えっと、そうですね。これは、まず、えっと、この2つありましてまた言ってもいいんだけど、何が新しくなりそうなんで、2つをただ羅列するだけでいいかな。えっと、 えー、そうすると、ワーク・ライフバ・ワークライフバランスが崩れるかもしれない。これはね、ここの部分言わなくてもいいんじゃないね。多分大丈夫だと思います。まあ大体あの、フリーでやってると、仕事の時間とかが決められているわけじゃないので、ワーク・ライフ・バランスが崩れるっていうのは分かるから、なんとなくいいでしょう。However, えっと、えー、そうですね。えー、っとね。 There, えっと、そう。Who require work? t h e r r work. しようか。t h e r r work. 仕事ね。Work. かもしれない。may, これが使えればね。えっと、じゃなかったら、may、えっと、入れなくてもいいけど。えっと、そうすると Destroy's なるんだけど、may 入れた方がいいんだよね。MayDestroy. 壊す。デストロイが分かんなかったらブレイク使ってもいいけど、でもデストロイの意味がブレイクだって分かってるくらいだったらデストロイが使えるか。<laughs> デストロイ、メイ、デストロイ、デア、スペル間違った。ワーク、ライフ、バランス。えー、っと、で、これ、えー、っと、レスト、 休めないっていうのはあるけど、もうこれでいいでしょう。もし足んなかったら後で入れましょうね。Also。もう一つあったもんね。Also。その時は Also 使えばいいかね。こういう時はね。Uh, having trouble because. あ、そうか。これね。Some Francis are having trouble because their income is different every month. えっと。えー、そうだな。このまま映しちゃおうか <laughs>。 もうここまで時間なくなってくるからこう、だん,だんこう適当に書いちゃおうで。これがもし何 <laughs> か変だったら、後で直せばいいんだもんね。えー、とちょっと読んでみようか、一緒に。Some choose to work for themselves instead of a company.There are two good things for this.First, they can get valuable insights and advice from their expert clients. あいいな、これ。 これいいいんじゃないでしょうか最後のところはもうこのまま映しちゃったけど、でもまあ要点を取えたということではテンスになると思うので、そうすると全体的には少しテンス下がるかもしれませんが。えー 8割取れるかなこれだったらね。はい。で、そのくらい目指せばまあいいんじゃないかと思います。何本になってるか数えてみましょうか。1、2でいきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11,12、13、14、15、16、17、18、19、20 21,、21,22,23,24,25,26,27、28,29 30,、30,31,32,33,34,35,36,37,38,39。 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 60個。ちょっと多いですけどいいんじゃないでしょうか。このくらいはもう全然大丈夫です、はい。ここをもう少し短くしてもいいよね。工夫してね。そしてあと5分くらい減らせば完璧かもしれない。逆にそのくらいやると点数また上がるかもしれません。 ちょっとこれ考えてみてね、できるかどうかね、どうでしょうね。え概要欄に私が考えたのを書いておきます。はい、これもう少し短くしてみるからね。